経済産業省の河江田万里大臣が29日、古川康市佐賀県知事と、玄海町の岸本肥料町長とそれぞれ会談し、玄海原発2号機と3号機の再稼働を要請しました。原発の再稼働要請で、河江田大臣が立地自治体を訪問するのは初めてです。河江田大臣は午前、玄海町役場を訪れ、岸本町長と会談しました。この中で、 立地自治体は厳しい判断だと思うが再稼働に了解してもらいたいと述べましたこれに対し岸本町長は国による安全保障を求めた上で再稼働を容認する意向を表明しましたこのあと海江田大臣は県庁を訪れ古川知事と会談しました海江田大臣は電力不足になれば日本経済にマイナスになる原発の安全性は確保されたと述べ 再稼働を認めるよう要請しましまた。会談後、古川知事は原発の安全性についてクリアできたとして県議会での議論や原会長の意向などを踏まえ総合的に判断すると話しました。